皆さんどうも、T 島です。では今回もファイヤーエムブレム無双を続き遊んでいきたいと思います。ということで、前回、兵長殲滅戦ですかね、クリアランク A だったんですが、なんとか S ランクを取ってきました。で今回で、このヒストリーモードというか、ヒストリーマップですかね、最後の面というか、ステージですかね、になると思います。この氷の村難易度レベル65、こちらの方を今回やっていこうかなと思います。お前は俺たちの兄弟ではなかったのか。残念だ。とても兄弟ですけど、こうなってしまった以上何も言い訳はしません。でもせめてこの場が収まったら私の話を聞いてください。さくら、お前がそちら側につくとは思わなかったぞ。そんな、龍馬兄様、こんなことやめてください。私、兄様や部族の皆さんと戦いたくなんかありません。俺とて大事な妹にこんなことをしたくはない。だがこうなってしまった以上はもう。さあ行きましょうかね。勝利条件が前線の味方と砦を防衛しつつ龍馬を撃破ということですね。さて他の英雄は、アクアのこっちには匠、桜もなんかそっち側につくのかって言いながら、ちゃっかり龍馬の方ついてますけどね。さあ行きますかね。さあ誰を出そうかな。何かしら。多分もともとここゼロの、ヒストリーマップだと思うんで、ゼロは連れていきますかね。ただ、全体的にちょっと厳しいかなっていうような感じはしますけど、とりあえず出すだけ出して、ちょっと戦ってもらいましょうかね。で守りはリズに任せて、内側は槍か。っていうことは斧と剣、微妙っちゃ微妙ですねこれ。剣で槍、なに、いいかな。このままでいきましょうかね。攻めてくるやつらはもうリズに任せて、あと行けるところはもうできるだけおぼろ。どうした。カムイ連れていきましょう。カムイ、よろしく。カムイも出てきてたんでね。何かな。で衣装変更で、そうですね、これでいきましょうかね。さくらも出てきてたっちゃ出てきてたんですけど、相手側にいるのでね、そこはもういいかなと。さあ、今回はこれで行ってみようかなと思います。よろしいですか。よし、行きましょう。こういうの。さあ行きますかね。いい気はしないわ。こっちの方はね、同じ槍なんで、そこまで苦戦はしないでしょう。さあ龍馬をちょっと倒しに行きますかね。見せてくれる。ミッション開始です。さてそうですね、ゼロとかにもならず者。命令とあらば。何でしょう。はい。でリズはそのままちょっと指揮官と、味方取りですかね、守ってもらいましょうかね。近場にどうやら攻めてきてますね。召喚兵、シャドウを召喚する気か、もしかして。増援です。ミッション開始です。さあもうどんどん倒していきましょうかね。見てなさいよ。それはそうでしょうね。一発じゃ破壊工作、多分ならず者がやってくるんじゃないかなと。
ああ召喚師がいるな。ならばちょっと召喚師の方に行ってもらって。あ、こいつか。多分こっちにも多分ならず者ですかねがやってくると思うんですよね。あーここのならず者か、なんか悪さをしてたのは。うん、ただちょっと微妙に時間内に倒せれないかもしれないですね。まあ無双技ちょっと2つ溜まってるんでぶっ放していきますか。いやあんまりそこまで減ってないな。いやこれ多分間に合わないな。あー落とされましたね。ただこれまだメッセージが出る前だったらこのままいけるのかどうなのか。ただそれをやろうと思ったら結構削らないといけないですね。多分もうちょっとしたら倒せるかな。ただもうタイム的には0秒になっているんで、落としたっていう風になるのかならないのか。あ、ならないですね。まあ多分あれ途中でまあ攻撃がまあ止まってたりしたら多分落とされましたっていう風になるんでしょうけど、もうなんとか大丈夫でしたね。さてちょっと近場の拠点も潰しておきましょうかね。トレデレーションがだいぶ出てきてますね。おならず者今度は本拠地へ来ようとしてますね。多分ゼロの近くに召喚師がいるはずなんですけど、いたいた。今度はどこ、こっちか。あ、こっちにもならず者がいるな。ちょっと召喚兵だけ先に倒しておきますかね。まあ、ならず者が、まあ、あの破壊工作してますけど、まあ本拠地じゃないんでね、ちょっとそこら辺りは多分この今走ってるやつが本拠地に行こうとしてるんじゃないかなと思うんですよね。まあ問題ないっちゃないですけどね。さてちょっとならず者を先に倒しましょう。多分ああいますね。本拠地に行くならず者はもうそのままご命令とあらばゼロとリズム任せましょう。さてもうこのままなんとかまあ攻撃を続けることができれば。いけるかなこれ。ならず者だけちょっと攻撃したいんですけど、他のやつもちょっと混ざってますね。いやいけるかな。オッケーオッケー。あ違う違う、ならず者じゃないっすな。ならず者か。やばい、本拠地の方が、まあ本拠地の方のタイムもどうやら進んでるようですね。やっぱりまあリズにちょっとお願いしてたんですけどね。まあでもまあだいぶ減らしてくれてるので、さていけるかな。多分これで倒せるはずです。まあこれで多分倒せれなかったらね、多分本拠地落とされるんでゲームオーバーになるんですけど、
ッケーオッケー、危ない危ない、さて他のじゃあ武将も倒して、ちょっとここら辺り片付けますかね。またならず者が出てくるのか。今度はあこいつか、あアクアもいますね、で匠もまあいるので、ご命令とあらば。さてリーズにちょっとアクアの方に行ってもらいましょうかね。多分本拠地の方も大丈夫じゃないかなと思うんですよね。でちょっとまあ周りの拠点ですかねだけ落としておきましょうかね。でまあとりあえずまあならず者が来てますけど、まあそこら辺りはまあ様子見てまあ迎え撃つか、まあもしくはもう拠点でまでまあも連れてきてまあ倒すか。誰が相手でもやることは変わらん。買い物したかな。白夜王国第一王子龍馬、来るのなら全力で来い。ミッション開始です。まあただ砦をちょっと制圧して、まあ、弱体化してから、まあ、倒さないとちょっと厳しそうですね。戦術の基本だよね。まあどこからまあ攻めてくるのか。まずこっちから行きますかね。多分匠が近場にいるんじゃないかなと。さあここでどこまで減らせれるかな。まあならず者もいたんでね。よしもう一発行きましょう。まだ残ってますね。ただちょっと砦は先に落としましょうか。何としても止めてみせます。さてならず者はどこに行った。あー一人抜け出してますね。ちょっと向かいましょう。あのまま行かれると多分本拠地が落とされますね。報告します。おっと破壊工作を開始し始めましたね。まあ、なんとかそうですね、まあ、無双オーブも使いながら、ただならず者が多いですねここのステージは。一番はねやっぱり覚醒があった方が一番いいんですけどね。まあ今のところちょっとまだ見当たらないんでね。あなたを撃ってこの戦いを終わらせてみ。おっと待てよおぼろは。なーに。ちょっと弱体化させないといけないので。ならず者だけ先に倒しておきたいですね。いけるかな。あとはもうこうタイムが過ぎてももう攻撃をなんとかもうつなげていけば落とされずに済むんですけどね。ただ結構まだ向こう体力残ってるんでね。なんか途中でなんかすごい切れそうな感じがしてなんか怖いんですけどね。まずいな。殺しが昇天しちまいそうだ。おっとゼロの方もちょっとヤバくなってますね。
なんとか倒したい。いけるかいけるか。オッケー。ああ、これでなんとか、まあ、落とされずに済みましたね。もうギリギリの戦いですね。いやー、匠にはちょっと勝てないか。ならばちょっと侍とかですかね、そっちの方に行ってもらいましょうかね。で、ああ危ない危ない。ただ他のやつらもなんか入ってきてますね。さてちょっとおぼろで、あーいたいた、こっちだ。これで落としましょうかね。おっと、リズ大活躍ですね。もう倒したのか。じゃあそのままそこら辺りの砦で落としてもらいましょうかね。さておぼろの方は覚醒も、まあ、無双奥義も溜まってますね。さて次は何がお望みだ。さあさあもうそのまま、そうですね、ちょっとカムイは本拠地周りにいてもらいましょうかね。あ、匠と桜が両方来てるな。ただそうなってくるとカムイは覚醒も何も持ってないので、ちょっとおぼろで一回助けに行きましょうか。もう桜も匠も倒しましょうかね。ここで、それで次はどうする。行きます。僕が言ってあげるよ。ぶっ潰してやるさ。さあ覚醒使っていきましょうかね。僕が相手だからって手を抜いたりするんじゃないぞ。いやもう全然手なんか抜いてないんですけどね。もう覚醒マックスでいってるんですけどね。あ、結構ガッツリ減りますね。さてこれで匠は倒せるかな。オッケー。さあさあどんどんおしゃれに行きましょうかね。じゃあさて桜まで倒しきれるかな。多分これ終わった後必殺の一撃が入ると思うんですよね。あ、まあ、これでいけますね。オッケー。まあまあ、あのちょっとね、あの武将ですかね、英雄強そうなやつを2人倒せたんで、まあまあよしとしましょうかね。ただゼロはどこに行ってるんだ。あ、多分自分で回復しに戻ってるのかなこれは。あーでリズは戻ってきてますね。ちょっとリズにそのままあっちを落としてもらいたかったんですけど、まあいいや。ちょっと時間帯的にもあと4分ぐらいしかないんでね、まあ、敵本拠地はまあ別にいいんですよ。陥落してしまいました。さてここはまた時間がちょっと厳しくなってきそうですね。まさかと思いますけどイビルザーグ出てこないですよね。さてどこかしらに覚醒奥義か何かの回復薬あった。おーっと一番少ないやつか。この砦で私が落としてみせます。さてじゃあ自分はあともう残り最後の1個かな。こっちの砦で落としに行きますか。
ここにも覚醒がありましたね。さてだいぶもう弱体化できたかな。オッケーオッケー、お全回復。おっともう時間がないんでもう行きましょう。ここはもう私たちのものよ。時間帯的にあと1分半ぐらいか。もうそのまま覚醒使ってもガンガン行きましょうかね。間に合うかな。まあ、できればねそのままやっぱ拠点回復してますね。ちょいちょい。そうですね、もう次はちょっとこっちにも来てもらいましょう。いや、さて制圧もできたんで、あとはもう龍馬をご利用しするだけですね。さてこれでだいぶ火の方が一枚上手だったということか。さあこれでまあ結構減らしてくれればいいんですけどね。あとはもう無双奥義をちょっとぶっ放していきましょう。まあでもまあこれでも多分まだ残るでしょうね。できればこれで倒したい。まあこれでいけるでしょうね。もうあともうちょろっとしかなかったんで、あとはもうイベルザーグが出てこないことを祈るだけです。 OK、 これでクリアですね。あとはもう時間がどう、まあどうというか、まあクリアできてるかどうかですね。あ、なんだ、もう行っちまったのか。はい、っていうことで奇跡が起きましたね。あと残り1秒。いやこうちょっと今もう手が震えてますけど、もうこんなこと初めてですね。14分59秒。まあ多分コンマ何秒とかでしょうね。でまあ撃破数もまあ超えて、まあ非ダメージも S で、総合戦績は S ですね。で S ランク報酬で0の逆級の新章かな。でバトル報酬はエリーゼのリボンということですね。まあ多分もうこのままもうこのヒストリーモード最後なので、まあ最後、まあエンドロールっていうんですかね、まあ、あの今までの、まあ、あの S ランクとかですかね、そのステージのものがまあ流れると思います。まあそれはまあ流れ終わって、まあ次の、まあ、ヒストリーモードですかね、まあ、選択画面までちょっと飛ばしてからまた始めようかなと思います。なぜ命を取らないのだ。まさかお前たちは本当に。私はできることなら兄さんたちと和解したい。力で抑え込むのではなく、お互いに信頼し合いたいのです。何、すみません龍馬兄さん、身勝手なお願いだというのは分かっています。でもどうか今後は反乱を防いでもらえませんか。その代わり私たちは自らの力でこの国のやり方を変えてみせます。ですからどうかお願いします。わかった。本当ですか。もし同じことをガロン王が言っても俺は信じようとはしなかっただろう。だが行動を伴ったお前の言葉なら信じてみようと思える。お前はやはり
俺たちの兄弟なのだから。今日は何人天国行きにしてやれるか楽しみにしてきたのにな。せっかく必殺技を100個も用意してきたのに。すみません。ご命令とあらば従わないわけにはいかないな。俺はこう見えて従順なので何をされても文句は言いませんよ。はーい、俺もこう見えて素直なので言うこと聞きます。真の力が出せぬのは残念だが必ず力になってやろう。ありがとうございます。追加されました。はい、ということでヒストリーモード選択画面の方に戻ってきました。で、まあ、とりあえずちょっと、まあ、クリア後のとこですかね、ちょっと覗いてみましょうかね。で、時空の歪みが発生と。連絡もなしにすぐフラフラするんだから。ですから、いい加減白状してください。まったくうるさいな。もう勘弁してくれよ、女王ちゃん。ルフレです。ルフレ女王ちゃん、男の尻を追っかけ回すのはいい趣味だが他のやつの尻にしてくれ。信じられません。下品です。人はいつでも何かを求めて動いている。昔からそうであった。望み、奪い、与え、殺し、あがき、争いも憎しみも全ては人の欲求から生まれているのだ。ゼロか、またとんでもないことをしでかしてくれたね。はい、ということで、まあ4ステージぐらいですかね、まあ、出てきましたが、まあ、どれとこのステージにもどうやらゼロがやっぱ関わってるみたいですね。まあまあ、これはまあ他のヒストリーモードですかね、まあ、クリアした後に、まあ、行くとして、まあ、次回からは新しいヒストリーマップですね、がこちらですね、デビルマウンテン。なのでこっちはそうですね、あのナバールの、まあ、ヒストリーもうヒストリーモードというか、まあ、ヒストリーのステージになるんですかね、まあ、そうですね、まあ、これはもうあのファイアーエムブレムの暗黒竜と光の剣かな、まあ、あれの、まあ、ステージでも、まあ、シミュレーションの方ですけど、まあ、そのステージでもまあ出てきた、まあ、デビルマウンテンですかね、まあ、そこをまあ、うん、なんていうんですかね、まあ、舞台としては、まあ、ヒストリーですかねを、まあ、次回からやっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を撮らせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。